サイゴン条約とは、1862年に、現朝越南国とフランス第二帝政の間で、締結された条約、人術条約とも称する。この条約を第一次サイゴン条約と称し、1874年に結ばれた条約を第二次サイゴン条約と表記することもある。1858年、スペイン宣教師2名の処刑を理由として、フランスとスペインは、 ツーランに軍を派遣した。その後、笛の攻略も図るが行き詰まり、高知ナのサイゴンを本格的に攻撃することになった。1861年にフランスが提示した講和条件を現長が拒んだため、さらにビエンホアを占領するなど軍事行動を継続し、軍艦を笛に向かわせ、1962年3月までにサイゴンからメコン下流地帯を占拠した。 この結果、ファンタンジャンとラムズイ、ヒエップを中心とする施設団がサイゴンに派遣され、1862年6月5日にサイゴン条約が成立した。その結果、フランス海軍が占領していたベトナム南東部産、昭和、高知品として事実上フランスの植民地となったほか、西部三省の割上及び、ハノイ、ハイフォンを含む6港の開港と領事館の設置、 中平権の獲得、全土におけるキリスト教不教の自由、グエン朝の外交をも規制し得る、権利、400万ドルの賠償、メコン川の解放など12項目を約束させられた。1948年から1960年の間に、ベトナム在住のヨーロッパ人宣教師25人、ベトナム人宣教師300人、同心と3万人が殺されている。以上の内容などを含む、 全12項目が定められた ABCD コトバンク最後条約2020年6月8日閲覧ありがとうございます。